大きさの問題ですか、うん、本日のメインイベント NAPW 認定全国プロレス統一全国草プロレス統一ジュニアヘビー級選手権トーナメント決勝戦60分一発勝負を行います。まず青コーナーよりバサラ池内選手の入場です。
決勝、勝ち残ったのはこう2つ頃の勝ち馬の、そして秋葉原プライスはバサでゲームと、はい、いったところですね。まあ、ジュニアの大会なんですけどね、はい、先ほどですね、日程書読んだですね、はい、パンダロックさんが一番ヘビー系っぽかったんですよね。ジュニアの大会出すというのは一番ヘビー系の大会してましたからね。引退したプロレスが来たかなと思います。そうですね。さあ、そんなことを言ってられるというね、しっかりとした役で、ね、リング上ではプロレスのようなことが行われております。なんで決勝で来るのか。そうですね、行きましょう、行きましょう。あの、怒られるんだから。そうですね、ちゃんと怒られるから。そうですね。さあ、バックの取り合いですか。こんなやつに引っ越しくらいでやるのが悪いんだよね。さあ、後にしましょう。はい、さあ、ジュニアのトーナメントの演出としてはチェーンレースに行くんですよね。そうですね、序盤はこのところ、はい、チェーンで行っていく感じですかね。バックボーン的には、カズジバの選手が柔道でしたっけね。確かそうです。なるほど、バックボーン的にはやはりグラウンドをやる分には大差ないような感じがしますよね。そうですね、はい、ちょうどグラウンドが得意そうなバックボーンですね。そうですね、はい、さあしっかりと相手のですね、はい、こう動きをしっかりと測っていると、まあトーナメントを見る限りですね、はい、この2人が上がってきても何らおかしくはないような2人ですよね。準決勝などもそういった熱戦を見ていきますからね。準決勝は池内選手は平松選手と、そうですね、九州で、九州は博多、福岡ですね、福岡でやってますし、池内、鹿児島の選手はでかい島選手と、はい、日立プロレス3人でしたね、来てやってるみたいなんですよね、はい、そうですね、準決勝だけはそのお互いのホームみたいな、お互いのホームアンドみたいな感じですね。ありましたね、はい、さあ、ここは足を固めていきますか。この辺はどちらもちょっと、まあ、池内選手は特にこう相手の動きを、まあ、読んでるというのか、こうどう来るのかと。うわ、柔らけ、股関節が柔らかいですね。そうですね、こうゆっくりしたままだとどうしてもふざけたくなると今抑えてるんですけど、そうですね、僕らだとギブアップだよねって言いたいですもんね。そうですね、バレーやってたのかなと言いたいですもんね。ふざけないでください。すいません。さあ、始めにやっていきましょう。そうですね。ここは下から三角ですか。そう、三角ですね。三角の形。下から三角、上から丸ですね。もうダメだ。そうですね。我々はダメだ。さあ、これ下から三角なんですが、ちょっと隙間はありますよね。はい、決まりきってはない形ですね。はい、どっちがどう動いていくのかがちょっと気になるところではありますね。さあ、腕を取った。はい。さあ、池内選手が川西洋選手の腕を取りましたが、ここはヘッドロックで返していく。はい、素晴らしいですね。ここは投げていく。さあ、腰投げで、はい、まあ、ちょっと足が近いかなと思いますけどね。そうですね、ロープちょっと近いですね。はい、逃げようと思えば逃げられる形か。逆にあれですよね、はい、この辺近くだと逃げられちゃうので、はいはい、後半のことを考えると、どれだけ長くこういう関節とか、はい、グラウンドをやってたかというのが、後々こうスタミナにかなり、ね、効いてくるんじゃないかなと思いますね。はい、池選手が、はい、かなり余裕の表情ですね。はい、カメラ意識してますね。そして、ペンチで返してくる。カメラはそこにない。おーっと、あ、しかしこう、しっかりヘッドシガースで逃がさないと、はい、ここはバックを。そうですね、ちょっとニアドロープな部分もありますよね、はい、お互いの後ろもこうですね、やめロープに近い方に体を回したっていう、今のこう脇を使いながらしっかりとグラウンドに、相手の上に乗っていくのがやはり池内選手うまいかなと思いますね。はい、あ、腕ですね。ただ鹿児島の選手もそこまでこう今のジョーカーが悪いというわけじゃないかなと思いますね。ポジションがちょっと悪いかなっていう気はしますけど、そうですね、ただ池内選手もそれさえ多分さっきも言ったんですけど、はい、スタミナも別にあって展開だと思いますね。なるほど、はい、さあ5分経過、タイムリースパース、試合はグラウンドであっという間5分ですね。そうですね、ちょっとまたさっき言った通りどっちが動くか。そうですね、池内選手はちょっと上の方を見ながら、ああ、ロカシュンカシュンカシュンカ、これ体重が73キロっていう、ね、
今年はこの選手はですね、ギリギリの研究だったらしいですけど、あ、そうなんですか。サウナ入って下剤飲んだって言ってました。最初はしてたんですよ。これボクサーのやり方ですね。そうですね。あーっと逆に言うとよく今戦ってるなって感じですね。そうですね、これに対してお腹へのキックはやばい。じゃあ、上官監督は2、さあ、しくしくですね、上官監督はスタミナを使えるとどうにかなるものなんです。なるほど。あの、逆にスタミナが切れてる時に、はい、心が折れないところが、はい、あの、心が折れるか折れないかがやるかやらないかも。あ、急に悪いこと。パス、パス決勝戦ですよ。ハブシバの右シバーで、そうですね。シバドもシバドは。そうですね。大丈夫ですか？大丈夫か？大丈夫か？これで試合終わったら最高に面白いんだよな。1年間何だったんですか？そうですね、はい。他の7人から大ブーイングくらいそうですね。結構なんだね。おっと、これ危険だ。危険な場所で。あ、危険だ。さあ、さあ、あっと、顎を閉めたか？あ、顎の先端にヒヤッ。さあ、来いよ来いよと、場外に来いよと、一島も誘っている技に行くし、ちょっと勝ったんでしょ、あの感じでもやばいぞ。そうですね、はい、さあ、やばいですね、これはまずい位置。さあ、まずいこれ、まずいステッピング。さあ、やばいか、ここはやらずにかくる。さあ、走り込んで、おお、そしてして、ここで優勝。やばいやってましたね、上から島のですね。そうですね、はい、赤で、あれ、赤で横から、またイケミス選手もこの距離感ってのは嫌ですね。何考えてるか分かんないですね。大丈夫ですか？さあ、もっと血はちょっと熱傷ですか？大丈夫ですか？さあ、どうしますか？思いますか？大丈夫ですか？これはもうレフェリーの判断ですね。レフェリー判断ですね。はい。ここは10分経過、10分経過、天然スマート。さあ、練習
もらったんですが、力使っちゃいますからね。そうですね、ほんのちょっとですね、こう柴田選手のこう息は整えたいですよね。ちょっと無理やり、これはカッター、なんでしょうね、現代ヤーマンがさね、はい、先にこう起き上がるのはカズシバノなのか。いや、立てないですね。いやでも大丈夫じゃないですか。先に起き上がりましたからね。そうですか。はい。さあしかしながらもっと低い体勢からフライングイン。ちょっと防戦一方が気になる。はい、そして最終攻めた腕ですね。でも今の、はい、いや今の腕取ったことによってかなり意識はっきりしてきたんですよ。そうです。逆に痛みで。はい。みたいな感じですね。そうですね。はい、しゃしゃしてしまうのか。その意識はカウントローのスリーパーですよ。さあ大丈夫か、魔性のスリーパー。そういう問題じゃないです。しかし、おっと立ち上がる、はい、立ち上がるのか。どこにそんな力が残ってるのか。しかし、さあ、非常ですよ。そうですね。ただ勝つためのプロレスなんだと思いますよね。しかし逃げたところ、これはハラスペシャルな感じであると。さあ、この体勢は厳しい。しかし前に進んでいく。さあ口のブレイク、はい、シューですね。そうですね、シューの方、シューの激が飛ぶ。さあ日立プロレスの、はい、さあ頼を背負って、はい、さあ立ち上がれることができるか、立ち上がるか、はい、さあ立ち上がらなければいけない。そうですね、足に力が入っていないのか。あと一勝なんです。お互いあと一勝なんです。さあこれで、おっと、もう倒れかかるように、さあもたれかかるように、はい、しかしどちらもですね。あ、しかし、おこれはこの瞬間で、さあ一回ブレマスに出た。いや、まだ見つけますか。さあ見つけます。
島の心も折れませんね。いや折れないですね、はい、こうなってるともうどちらが先に心を折るのかという、そうですね、そういう試合になってきました。また言うならまたこれさあ
する試合の方が高いのか、この台風を撃破するような、最後に、はい、お一段ずつ、一段ずつ本日は、ちょっとね、天候が全国的に怪しいなんて、会場までご参加いただきまして、本当にありがとうございました。一年3ヶ月ですけども、スタンディーではベッドの雨と戦ってだいぶ時間かかりましたけども、将来、ありがたいベルトいただきましたが、このベルトは、おそらく日本中を旅するベルトになると思います。その仕事も石垣の一個になるために、挑戦を待つのではなく、次のダークルマッチ、
次の防衛戦は、ちょっと今日いらっしゃってないんですけども、挑戦というか僕の方からちょっと締めをさせていただきたいなと思ってます。ちょっと島の方申し訳ないです。関東の方からやっております。で、年配を、僕よりずっと前からもちろんですよ。なので、ジュニアというか次の締め遣いで、いらっしゃらなければどなたかをごめんなさい、お伝えだとすみません、伝えてもらえると嬉しいです。健康プロレスのオブレスチャーミンチャンス選手、おめでとうございます。年内には戦いと思います。皆さんありがとうございました。そういう感じでしたね。そうですね。はい、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか。頭痛い。大丈夫ですね。大丈夫です、はい、安心しました。はい、心配したそうでしたね。はい、そうでした。はい、いや、とりあえず自分で頑張ったのかなって思うんですけど、社会人でこんなにやるのか今ないような感じだから、やっぱプロレスって最高だなと思います。最後まで ご観戦してくださった皆様に、感謝の気持ちいかがです。ありがとうございました。あと行くんですね。次回もし体調の万全になれる、体調万全にしてまた調節戦までそのベルト持っててください。お決断さあ、今ですね、決勝の戦いに熱い握手、そして、はい、なんていくんですかね、絶対にしか分からない世界。そうですね、はい、さあ、あと、さあ、さあ、しかし喋れてましたから多分大丈夫でありましょう。そうですね、お時間の方はどうなんですか。やばいっす。あと20分くらいです。はい、締めましょう。はい、では、その締めさせていただきたいと思います。はい、今日、お手伝いしてくれた方、そして来週から次までの、準備ができてる方、USA を踊ったりはしませんので、どうぞ上がってください。用意しますか。あなた、流すぞ、こいつはやるぞ。決して知らない方を踊らせたりはしませんので、恥ずかしがらずに、ちゃんと今日、主力を尽くして戦った選手の皆さん、僕の大切な仲間のみんな、上がってください。さあ、本日戦った練習、スタッフ、そうですね、それすら、3回ぐらい2回やります。
大丈夫です。いや、大丈夫です。やりすぎるとなんか変に取っかかりそうだから。